帰りたくなる場所、佐久市でリフレッシュトリップ。緑と水のふるさと長野県佐久市。恵まれた自然と首都圏へのアクセスの良さから、この町に移住を決める人たちが増えているそう。三毛猫をイメージしたチェダーチーズ。猫？山奥で本格チーズ専門店ボスケソチーズラボを営むこれもとさんも、町の魅力に惹かれてやってきた一人。全部チェダーチーズなんですよ。あ、そうなんですか。段階で違うチーズを作って色違い、それを合わせることによってこのような色ができます。豊かな食材を求めて佐久市に訪れる人は多く、道の駅ヘルシーテラス佐久南のラインナップはそれも納得の多彩さ。美味しそう。グラビトステイ、300年以上の歴史を持つ酒蔵に寝泊まりしながら実際に酒造り体験ができます。隣こちらですね。こちらもしっかり中入ってますね。音が違うんですね。これと違いますね。あ、本当だ、はい、下までギューッと押し込んでる。すごい、うわ。美味しいお酒になりますように。国の重要文化財指定を受ける旧中込学校、ハイカラな建物には当時の学び屋の面影が。佐久の季節と風土を感じるメニューを提供する丸カフェ。穏やかで優しい時間が流れる店内はどこか懐かしくホッとする空間。かわいい。どうぞ。こちらオープンサンドイッチです。今切りたての生ハムになります。うん、おいしい。毎年5月に開催されるサクバルーンフェスティバル、全国から多くの観光客が訪れます。綺麗。その風土に惹かれた人々がまた新しい魅力を生み出す、そんな町長野県佐久市にもう一度帰りたくなりました。